今、下標津駅、宗谷本線の下標津駅の待合室に来ました。待合室にいます。先ほど東風蓮に行って、下標津駅にバスで来ました。これが時刻、これが運賃表です。はい、これが時刻表です。いやー、これが待合室です。こんな感じですよね、待合室って。あ、座布団があっていいですよね。こういう気遣いは嬉しいですよね、旅人にとってはね。はい、駅ノートあります。駅ノート書いたら、下標津駅来たら駅ノート読んでくださいね。はい、これ、はい、下標津駅です。結構ね、駅の目の前は、まあね、きっと待合室だけですけど、トイレもありますね。こうちょっと行くと、ね、こうやって大通りがあって、バス通り、バス通って通りがあるし、ここ通りあるし、結構民家もあるし、ね、結構いいところじゃない？いいところだと思いますね。あ、山も見えてね。お、通り、結構車通り横、はい、通るし、結構いいとこじゃないんでしょうか。いいですよね、こういう駅も。ではホームに行きたいと思います。これ坂なんですね。こういう階段のホームの上がり方も珍しいですね。はい、下標津のホームです。こっちが名寄の稚内方面で、こっちが旭川方面です。下標津駅ですね。いやー、下標津に来ちゃいました。本当は水戸駅に行く予定だったんですけど、今日は下標津にしました。はい、下標津です。田代駅と標津駅の間の下標津駅。いやー、草が生い茂ってますね。板張りですね。落ちないでくださいね、ここ柵がないですから。はい、下標津駅です。こんな感じですよ。はい、こんな感じの駅ですね。周りはこんな感じです。はい、こんな感じですね。いやー、なんていうかね、いい天気ですね。北海道でも気温がちょっと低めでいいですよね。過ごしやすくてね。冬はちょっと寒いけどね、夏は最高っすよね。気温がちょっと低めでね、ほんと過ごしやすいっすよね。今自分が、今日なんか特にね、僕も暑がりな方なんですけど、いやー、過ごしやすくていいっすね。ちょうどよくて、ほんとに携帯型の扇風機持ってこなくて、ちょっとあれかな、どうしようかなと思ったんですけど、持ってくる必要なかったですね。はい、こんな感じの駅です。下標津駅、あとはな、あとはまあちょっと道路の方に行けばね、お店なんかいくつかありそうな感じもしますけど、まあ電車ちょっとね、行って、まあ後で行ってみたいと思います。こういうちょっと名寄からね、本数が宗谷本線の下標津駅とか東風蓮駅っていうのは、駅は結構停車する本数っていうのが1日に少ないんですね。だから名寄駅から田代駅か風蓮駅あたりからバス乗った方が、まあ、ちょっと料金かかりますけどね。北海道東日本パスとか青春ジャズキップ持ってる人、持っててもバス代は別と必要ですからね。まずバス代って言っても安いですからね。バス代使ってきてみるのもいいんじゃない。あ、バス代っていうか、バス使ってきた方が楽でいいですね。あと電車とバスの乗り継ぎの時間とかね、駅のと書くちょっと時間とか、よく考えてね、考えて来てみてもいいんじゃないでしょうかね。いや、
まだ青春ジャッジ切符は使えないんですね、今年夏は。7月20日からでしたっけ。北海道東日本パスはもう7月1日から使えてるんで、いいですよね。では、失礼します。はい、お待ちください。